皆様こんにちは。こんにちは。フラジュテリー木田香織でございます。いつも女性起業家きらめきインタビューをご覧いただきましてありがとうございます。本日は女性起業家きらめきインタビュー第89弾をお送りいたします。本日のお客様は株式会社スタンコミュニケーションズ代表取締役でいらっしゃいます松尾由紀子さんをお迎えしております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の質問です。はい。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい。私は3つの仕事をしています。一つは研修事業です。そしてもう一つは子ども向けの英語塾です。そして最後にもともとアナウンサーだったということもあって司会事業、この3つの事業をやっております。ありがとうございます。一つずつ細かく伺ってもいいですか。はい、わかりました。3つの事業の1つ目が研修事業。これは日本語の研修、英語の研修、日本語と英語のバイリンガルの研修と3種類やっています。で、もともとアナウンサーだっていうバックグラウンドがあるので専門領域はコミュニケーションになります。2つ目の事業は子どもに英語を教えています。英語でプレゼンテーションができるようになりましょうという切り口です。プレゼンテーションというとまあ難しいかもしれませんけれども、そもそもの語源はプレゼントなので、相手が喜ぶように相手目線で作るのがポイントなんですね。何を一番伝えたいかっていうのを一つだけ決めてごらんって。それはそれもそのままビジネスパーソンにもお伝えしていることと全く同じことなんですよね。で、その英語授業をやっています。はい。3つ目は、司会事業です。その場を活性化させるような、司会進行役をいろんなところに派遣をしています。ありがとうございます。はい、今3つの事業で、昨年の6月に起業したというふうに伺ったんですが、はい、その起業した経緯を教えていただいてもいいですか。はい。私は起業するまでずっと個人事業主で仕事をしていました。自分がいかに楽しく仕事をするかというのが私のゴールだったわけですけれども、去年あたり、一昨年ぐらいから私の立ち位置をちょっと変えてみようと思いました。自分が輝くのではなくって自分の目の前にいる人が輝くお手伝いをしたい、その場所にサポートする場所に私は移動したいと思うようになって、でそれで起業をしたという経緯です。すごい、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。今までの長い人生の中で20年間ずっとアナウンサー、はい、記者なさってきたって伺ったんですが、はい、その大学時代から今までのアナウンサーのお仕事を選んでそのし続けてきたあたりの経緯を少し伺っていいですか。そうですね、もともと私は話すのが得意だったのかって言われたら全くそうではなくて、あ、そうなんですか。真逆だったんです。人の前に出るのは嫌、自分の意見を言うのが怖い、人前に出るとドキドキして何も言えなくなっちゃう、できれば隠れていたいぐらいな感じの、はい、人間でした。でもアメリカに大学の時に1年間留学をして、その時にある同級生から、あんたそこにいるってことは意見を言うってことだよって言われたんですね。それが私にとっては衝撃的で、その何か意見を言うってことは存在そのものなんだっていうことに、その彼女の一言がすごく私にとっては印象的で、そこからちょっとずつこう瓶の蓋が開くように、自分の感想だったり意見だったり思っていることを自由に言う子になったんですね。腑に落ちたんですね。それが何年生の時ですか。大学3年生の時です。で、大学生でパーソナリティって言われた当時はラジオのパーソナリティですか、はい、のアルバイトなさってたとおっしゃいましたね。はい、まあ、普通にアルバイトを募集していたので、応募しただけなんですね。でも話すのは得意じゃない人がパーソナリティのアルバイトするんですか。時給が良かったんですよ。そういうこともいろんなことがあったんですね。だからちょっとやってみようかなと。で、ラジオだったら顔が出ないじゃないですか。だからね、聞いてる人も少ないかもしれないし、地元の FM だし、本当に人前に出たくない子でしたからね。で、そのパーソナリティのアルバイトをしてた時に何かグッと感じたことがあったんですって。そうなんです、女子大生だったんですね、19歳ですね、19歳の時にある海水浴場の話になって、でそこの海水浴場は
一見遠浅に見えるけど急に深くなるから皆さん近寄らないでくださいねって言ったんですよ。そしたらその海水浴場で海の家だったかな、なんかお店を経営してらっしゃる方が電話がかかってきて、どうして帰るんだそんなこと言われたら勝負上がってるじゃないかって言われて、すんごいクレームがの電話がかかってきたんですよ。でもこっちとしては19歳、私のそんなこうポロッと言っちゃった、もう本当に何の考えもなく言っちゃった一言がその人のご商売にそんなに影響を与えるとか全く想像してなかったですから、なんて恐ろしいことをしてしまったんだと感じたと同時に、メディアの力ってすごいなって思ったんですね。それで日本では文学部英文学科だったんですけれども、アメリカではジャーナリズムを専攻してみようと思って、それが留学をしようと思った大きなきっかけでした。素晴らしいですね。いえ、やっぱりいろんな経験があって次があるんですね。そうですね。それでお帰りになってからどうだったんですか。はい、帰ってきて飛行機の出口から出てきた時、父親はびっくりして、あれはユキちゃんって言ったぐらい、もうこんな感じで帰ってきたんですよ。はいみたいな、全くの別人、もう自信の塊、もう自分中心になんかこう地球が動いてるぐらいな感じの、そんな自信がつくだけの学びをしてきたってことですね。今考えたらそういうことだと思います。時代は90年代のバブル絶世期でしたから、もう私は英語で喧嘩ができますとかって言っちゃってもう勢いで就職ができました。英語で喧嘩ができますってその就職試験で言ってみたんですか。言いました。かっこいい。あ、そういう歌詞があるんでしょうね。でもいいじゃないですか。テレビ局だったんですけど、そうなんですか、はい、それでテレビ局で、そうですね、それがずっと20年間ですね。そうですね、言葉に携わっていろんなメディアで仕事をしてまいりました。素晴らしい。東京で個人事業主としてたくさんのお仕事をしてらしたと思うんですけど、どういうお仕事をなさってたか伺ってもいいですか。テレビのリポーターとかやっていましたよ。食レポとかですね、行列のできる店とか、あとなんか、まあ、今だったら野菜が高いので八百屋さんのところに行って取材に行って、これがなんか明日だけいくらとかね、やったりとか、名物おかみ繁盛期密着とか、プロダクションに登録して、そうですね、それで、自分をアピールしてこの仕事できますよ。そうですね、フリーアナウンサーでやってましたので、リポーターの仕事もあるし、もちろん司会の仕事もやりますし、バイリンガルの司会もやったりしておりました。なんかかっこいいですよね。いや、お話聞いてるとかっこいいことだらけなんですけど。いやー、そんなことないですよ。かっこいいっていうか、大変なことないですか。泥臭いです。なんかすごい大変そうだな。キラキラ綺麗だし、綺麗っていうか、そうですか。なんか一つのそのほんの30秒の私たちが見ているお仕事の裏にいろんなことがあって、それを勉強して下調べして一つにするっていうのが、ね、なんかかっこいい。あそうですね、大変ですけどね。でもすごくだからそういう経験をやっぱり20年もやってると、どの言葉が今を象徴してるだろうか、なるべく短く端的に、だから無駄な言葉は全部削ぎ落とさないと30秒にも入らないので、15秒バージョンもありますので、だからそういう訓練も自然と重ねましたね。素敵です。なんかかっこいいです。ありがとうございます。そうですか。かっこいい。ありがとうございます。それでは2つ目の質問です、はい、このお仕事をなさる上において、キラキラきらめきを感じる時を教えていただけますか。はい、目の前の人が変わっていく時、その瞬間を見つけた時に私はきらめきを感じますね。例えばあるビジネスパーソンの方に、英語のネゴシエーションを教えていた時に、いやもう英語なんて無理無理っていつもやってた人が、拙い英語からこう喋り始めて、最後その人何とおっしゃったと思います。ああ、英語を話すのってこんなに楽しいんだな、知らなかったよってこういうふうにおっしゃったんですね。その人の中に自信が生まれたんですね。伝わった自分の言いたいことが、この自分の英語で、
その瞬間を見るとき、その人ものすごくきらめいてる。で、そのきらめいてるのを見る私もきっときらめいてるはずって思っていて、それがすごくループしてるのがすごく嬉しいです。ああ、素敵です、はい。ありがとうございます。はい、それでは3つ目の質問です。はい、そのきらめきを感じるために心がけていることがあったら教えてください。はい。心がけていることはたった一つで、うん、目の前の人をいつも真ん中に置くっていうことなんですね。真ん中に置く。真ん中に置く。だから思い込みを全部度外視して、うん、私が予定していることも予定調和にならないように、その方がいつも主役。主役。相手に自分が寄せていく、うん、だから相手が自分が想定したものと違うものを課題と思っていたら、もうそこで変えて、うん、そっちの課題にフォーカスした研修にしていくというふうに心がけて。素晴らしいです。思い込まない。ありがとうございます。頑張ってます。はい、ありがとうございます。それではもう最後の質問となってしまいました。はい、今までの人生で、キラキラって一番きらめいていた時がいつだか教えていただけますか。はい、大学を卒業して、長崎のテレビ局に入って勤務していた時は、すごく仕事が大変だったんですけれども、自分はとてもきらめいていたと思うんですね、うん、でもそれ以上に今なぜかっていうと、アナウンサーになってから本当にいろんな取材でかぶり物もやったし、うん、食レポもやったし、体当たり体験で滝つぼに入ったこともあるし、そういう、まあ、いろんな振り幅の大きいいろんな仕事をしてきて、それが今全部つながって、うん、今ここにあるな、その経験が今のこの場所に私を連れてきてくれたんだなっていうのをすごく私は今実感をしているので、今が一番楽しいな、こうしみしみ思えるのは今かなと思います。素晴らしい、素敵ですね。ありがとうございます。女性起業家きらめきインタビュー第89弾も終わってしまいました、はい、このインタビューは今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムを取っております。ということで次回のお客様をご紹介していただきたいのですが、よろしいでしょうか。はい、次回は株式会社ヘルシアス千葉恵子さんをご紹介します。ありがとうございます。それでは次回は千葉恵子さんをお迎えしてお送りいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。